有川義子は、日本の科学者。日本女子大学附属中学校、高等学校校長や、日本女子大学学長、学校法人日本女子大学理事長、日本分析科学会副会長などを務めた。東京都生まれ。1956年日本女子、大学附属中学校卒業。1959年日本女子、大学附属高等学校卒業。 1963年日本女子、大学家生学部家生理学科一部卒業。1968年東京工業、大学大学院理工学研究科科学専攻博士、家庭修了、理学博士、日本女子大学家生学部専任講師。1975年日本女子大学家生学部、助教授。1987年日本女子、 大学家政学部教授、ウィスコンシン大学ミルウォーキー校客員研究員。1992年日本女子大学理学部教授。1993年日本女子大学学生生活部長。2001年日本女子大学年総合研究所長。2002年日本女子大学入学部長。学校法人日本女子大学評議員。 2003年日本分析科学会副会長、理事。2004年日本分析科学会幹事。2005年日本女子大学副学長、学校法人日本女子大学理事。2006年日本女子大学附属中学校、高等学校校長。2008年日本分析科学会学会功労賞、受賞。2009年日本科学会フェロー、日本女子大学学長。 学校法人日本女子大学理事長、財団法人大学基準協会理事、日本女子大学名誉教授、社団法人日本私立大学連盟常務理事、放送大学学園理事、評議員、財団法人、渋沢栄一記念財団評議員、国立大学法人東京工業、大学経営協議会委員、国立大学法人東京工業、大学学長選考会議員、 2012年日本科学会科学教育賞受賞。2014年一般社団法人日本女子、教育文化振興オフ会理事長。2015年公益財団法人小柳財団理事。2017年学校法人日本女子大学理事長、代行、ハーバー研究所取締役。2019年学校法人日本女子大学理事長。2018年、 日本女子大学の学長選に際して、有川が最多得票を得た大場雅子の指名を拒否したため、有馬明と西原春を平岩弓江による調停が行われた。有川は当初調停案を受け入れる姿勢であったが、後に調停に反対だったとして調停を拒否した。その結果、文部科学省から日本弁護士連合会の ガイドラインに従って第三者委員会を選び、その意見を聞いて2019年1月31日までに新学長を選ぶように通達された。その後、大場が学長に就任した。なお、有川、大場はいずれも2020年で役職を降りた。ありがとうございます。